東京都市計画道路幹線街路環状第3号線、環状3号線は東京都市計画道路幹線街路環状第3号線の一部区間の通称である。1923年に発生した関東大震災後、1927年の東京市の震災復興計画での街路計画を元に第二次世界大戦後に東京都の震災復興計画で計画決定された。 東京都主計画道路幹線街路環状第3号線は、資金難で一部区間のみ開通した。これら開通区間は、通称として、環状3号線と呼称されることがある。一般には、外苑東通り、針間坂、とい通り、三爪通りと呼ばれる、東京都の通称道路名が、環状3号線に相当する。針間坂は、 文京区小石川にある環状3号線の一部で、関山通り桜並木の一般的な呼び名である。六本木付近では、東京オリンピックを契機とする道路建設において、既存道路との交差地点にトンネルが設けられるなど、将来の開通を見越した工事が行われた。また、文京区では、針間坂として一部区間が開通している。東京では1923年の、 関東大震災後の復興のため、1927年に東京駅を中心に半径約10マイルの範囲に1号から8号までの環状道路と放射状の道路を配置する道路整備計画が立てられた。環状第1号線から環状第6号線までの6本の道路は既存の道路を利用して環状につなげるために必要な部分だけ道路を新設する計画であった。 この計画に基づき都心部の環状道路の整備が始められていったが太平洋戦争が始まり戦時下となると戦争が最優先事項となったため道路整備計画は棚上げとなった終戦後間もなく東京の戦後復興計画として道路整備が区画整備と一体的となって再開されるものの整備するために必要な予算が不足しあちこちの区間で 用地買収や立ちのき交渉が暗礁に乗り上がるなどが原因で、張り間坂などの部分的で区間が短い道路整備しか行われなかったため道路は繋がらず、道路全体の構成は分断された、環状通りとは言い難い状況となっている。青山から六本木を経由し、芝居至る区間、並行する外苑東通りのバイパス機能を持つ。1993年に全線開通。 共用を開始した。外苑東通りが尾根沿いを走るのに対して、東道は谷沿いの定地を走る。東京都道319号環状3号線に指定されている。六本木トンネル道路中央の遊歩道部分分京区、小石川4丁目、5丁目にまたがり、春日通りと千川通りを結ぶ全長460メートル、幅40メートルほどの区間は、通称 はりまさか桜並木、関三通り、環状三号線と呼ばれている。公園のように整備された中央分離帯には数箇所に彫刻やベンチが配置された桜並木の遊歩道が設けられており、東京都心部の貴重なグリーンゾーンとなっている。かつてはこの区間のほぼ中間に位置する交差点の地点名として関三通りが存在したが、後に ハリマザカ並木に改称されている。ハリマザカの名は、この付近に、かつて存在した日立国府中の藩主、松平ハリマ守の神屋敷にちなんだものである。元東京都建設局長で都市計画家の石川栄養が、戦災復興都市計画として計画した、広幅道路と緑地帯を整備する構想が実現した、数少ない箇所の一つであり、 これはこの地区一帯の戦災復興事業が、駅前整備と関係なく、早期に着手され、なおかつ完成を見たためである。なおこの区間は、東京都道319号環状3号線では、なく、文京区道に指定されている。その後、文京区が中央分離大園のように改造し、1960年に、舗装された際、当時の全区を花で埋める。 運動の一環として、地元の人々が協力して中央部とその両側の歩道に染めイおシノなどおよそ120本の桜が植えられた。桜並木の周囲は幅の狭い中央分離帯になっていたが、1990年頃には人々の憩いの場としても機能しており、接触事故を防ぐためのセーフティーコーンが置かれていたこともあったという。 その後路上駐車やゴミの放置が目立ち始めたが、車線数に比べ交通量が少ないことから、1995年に中央寄りの2車線を塞いだ部分に遊歩道が新たに設けられ、坂の北東半分を和風のイメージとし、南西半分を洋風のイメージとして整備された。1971年度以降毎年3月下旬から4月上旬に開かれる。 文京桜祭りの会場にもなっている。第三次事業家計画優先整備路線にて、芝公園2丁目から海岸1丁目を経て、豊見城で清澄通りに接続する計画がある。ありがとうございます。